カービンとは、本来不評用小銃より重心が短い、騎兵用小銃のことだが、今日では単に全長を短めにした銃のことを指す。日本語では、騎兵銃、騎銃等と訳される。44式機銃。日本のカービン本来のカービンとは、馬上での取り回しを考慮し、短縮軽量化の上で背負いやすいように釣り缶の位置を変更するなどした小銃であった。また、 ボルトアクション式カービンでは、ボルトハンドルが他の装具に引っかかりにくいように、下方に曲曲させ、閉鎖状態で銃の側面に密着するようにしたものも多かった。小銃に比べ小型軽量化されたカービンは、取り回しが良く、場所を取らないという利点がある一方、射撃時の反動、マズルブラスト、発射音が激しくなり、肝心の命中精度が低下するという欠点が生じ。 十字体の寿命も短くなるとされた。現在ではむね、小型のライフルを意味する分類で、小銃を持たない、下級将校や車両乗員、空挺部隊など装備に、制限のある、特殊部隊、市外線や密林線など至近距離での戦闘が想定される、地域の兵士などに、装備されている。日本の防衛省では、カービンの英単語に対応することして、機銃を当て、 小銃の一種で、不氷銃に比べて、重心長が短い銃と定義している。M1865 スペンサーカービンカービンという単語は古フランス語のカラビニエに由来するとされ、多くはサーベルより短く、牙したとき、手足の邪魔にならないことが要求された。大抵のカービンは、短い重心による低い銃弾所速のため、マスケット銃に比べて、威力と命中精度で劣っていた。 このうち、初速については、無塩火薬の開発でいくらか改善された。実際に機兵が使用することは少なかったものの、命中精度や威力より携帯性を重視するものに、広く使われることとなる。19世紀の間、多くのカービンはしばしば不標銃と別に開発された。弾薬の共有すら考慮されなかったため、時に補給面の問題を引き起こした。その解決は、 南北戦争中に北軍が開発したスペンサー銃に見られる。この7連発レバーアクションライフルのカービンモデルは小銃の基本設計をそのままに単純神経量化を図ったものだった。19世紀後半になると多くの国で小銃の派生型として同じ弾薬を使用するカービンモデルを設計することが一般的になる。ウィンチェスターレバーアクションカービンはその中でも 最も人気が高かった。これはカウボーイや探検家の理想にかなうもので、彼らが携帯するリボルバー式拳銃と同じ銃弾を使用した。第一次世界大戦から戦艦期にかけて、いくつかの国では正式小銃を従来のカービンに相当するより短いものへと更新していった。代表的な例として、ドイツ国防軍正式小銃カル98キロがある。 カル98キロは、カラビナ98キロ、すなわち1898年式単型キャヘイ銃を意味する。カル98キロは、もともと第一次世界大戦当時、ドイツ帝国軍の正式小銃だったゴベア98のカービンモデルで、重心長は740ミ、mm、リメートルから600ミリメートルまで短縮されていた。ドイツ国防軍の基本不評戦術は、 汎用機関銃 m g 3 4を不評分隊の主戦火力と定め、小銃兵の任務は機関銃兵の援護であった。このため、射程や精度の欠点は概ね容認されていたのである。その他、ロシア製も新ン m 1 8 9 1小銃は 800mm の重心を備えていたが、大日本帝国では38式不評銃を更新するにあたり、 従来の騎兵銃と不標銃の中間にあたる 657mm の重心長を備えた99式単小銃,銃を採用した。また、イギリスではジャングルカービンと呼ばれるリーエンフィールド小銃の派生型が開発された。これは標準より 10cm 短い単重心、フラッシュハイダー、ゴムの型当てを備え、軽量化されたものである。 第二次世界大戦末期、ナンバー5マーク1として正式に採用されたが、本格的に運用されたのは、朝鮮戦争、マウマウ弾の乱、マレー危機など戦後になってからであった。短期艦銃戦艦機から第二次世界大戦にかけて、各国で短期艦銃が発。これは、小銃より小型かつ軽量で、拳銃弾を用いる銃器で、設計思想的には、カービンのそれと、 共通する部分があり、実際の運用でもカービンが担っていた役割を兼ねることが多かった。また、今日では短期間銃を指す英単語はサブマシンガンが一般的であるが、第二次世界大戦初期のイギリスではマシンカービンと呼称していた。M1 カービン不評用小銃 M1 ガーランドと M1 カービンの比較1941年、アメリカ軍は 下級昇降や後方要員の自衛下記という位置づけで、拳銃弾以上小銃弾未満の威力と射程を備えた新型弾薬30カービン弾を使う小型自動小銃を M1 カービンという故障で採用した。この銃は当時の正式小銃 M1 ガーランドの短縮型ではなく全く新しい設計だった。新型銃弾を使う新型設計という点で、 M1 カービンは19世紀のカービンにより近い意味合いを持っていた。1945年末にはフルオート射撃とセミオート射撃を切り替えられるセレクティブファイア機能を備える改良型 M2 カービンが採用された。しかし M1 カービンと M2 カービンの製造比率は10、1で第二次世界大戦中にはわずかしか使用されなかった。 STG-44STG-44 ST を使用するドイツ国防軍の兵士第二次世界大戦末期の1944年ナチスドイツでスターンゲワヤ44すなわち44年式突撃銃と呼ばれるセレクティブファイア機能を備えた小型自動小銃が開発された当初はカル98キロと同様の7.92メートル MX57 ミ、mm、リメートル弾を使用する 自動小銃の一つとして開発されていたが、8mm、モーゼル弾では、反動が強すぎて、フルオート射撃時の制御が、極めて難しかった。そのため、7.92X33mm 弾、なる、新型弾薬が考案されたのである。これは、30カービン弾と、同様、およそ拳銃と小銃の中間に当たる威力と射程を、備えていた。なお、 スターンゲウェアという故障は、アドルフ・ヒトラー自身が考案したもので、後にアサルトライフルと英訳され、STG44 と同種の武器を表す言葉として、広く用いられるものとなった。第二次世界大戦の教訓から、各国は、不評。第一次世界大戦までの戦争は、残豪と戦列を整えた不評によって戦われたが、第二次世界大戦はこれに比べると非常に、 流動的で、市街地や密林など機動性と視界が極めて制限された場所での戦闘が多発した。さらに銃撃戦は、おおむね300メートル未満の距離で、ほんの短時間に行われ、この種の戦闘では、従来の高い火力と高い命中精度を備えた、ライフルを必要としなかった。これらの点を考慮すると、低威力かつ単重心で軽量な自動小銃、すなわち、 短期間銃とカービン双方の長所を備えた銃器が必要とされたのである。対戦中の STG44 や M2 カービンなどの自動式カービンは遭遇戦で特に成果を残した。とっさの反応でも構えやすく、反動も軽減されており、短い戦闘の間により多くの銃弾を敵へ向けて発砲できたのである。また、弾薬自体も軽量で、 兵士一人当たりの傾向弾数も大幅に増えた。フルオート射撃も重視された特徴である。これは、おおむね三発から五発のバースト射撃によって移動標的に被弾させる確率を向上するものだった。このような自動式カービンは、やがてアサルトライフルと呼ばれる小型自動小銃へとつながっていく。M16 シリーズ。上から M16A1、M16A2。 M4、M16A4 現在、大抵の国で、正式小銃は、アサルトライフルであり、アサルトライフルをより短縮した、派生形を、アサルトカービンや、カービンモデルなどと呼称する。アメリカ特殊作戦軍や、英国特殊作戦部隊などに代表される、世界各国の特殊部隊では必ずと言っても良いほどに、アサルトカービンが配備されている。他にも、車両乗員などが、 個人防衛火器として装備していることも多い。1997年、アメリカ軍は主力小銃 M16A にアサルトライフルのカービンモデルコルトコマンドを改良し、M4 カービンとして採用した。M4 カービンは現代における代表的なカービンであり、取り回しの良さから近接戦闘や特殊作戦用の銃器として世界中で使用されている。1998年、 アメリカ陸軍では M16A にアサルトライフルの後継装備として M4 カービンが選定され、現在ではほとんどの部隊で M16A にライフルを M4 カービンへ更新したとされる。一方、多くの軍隊では同種のアサルトカービンのような軽量小銃の標準化に対して反発が起きており、大抵の一般的な兵士は通常のアサルトライフルを装備している。 さらに彼らに加えて、旧来型の高威力の小銃を装備した選罰い手と呼ばれる兵士を配置することもある。カービンの一種として、拳銃弾を使用するものがあり、これらは、ピストルカービン、または、ピストル、キャリバーカービンの略称から、PCC と呼称される。金属製薬卿が普及し始めると、ピストルカービンは真っ先に登場した。 これらは当時人気だったリボルバー式拳銃と同じ弾薬を使用する仲間としてより高い初速と射撃精度を実現するべく西部開拓時代にはカウボーイや保安官によって広く使われ44から40弾あるいは38から40弾を使用するウィンチェスターレバーアクションカービンとコルトリボルバーの組み合わせが最もよく見られた20世紀になると より強力なリボルバー用銃弾が開発され、ウィンチェスター社やマーリン社では、38スペシャル、357マグナム弾及び、44スペシャル、44マグナム弾を使用するレバーアクションカービンを開発した。また、特殊な例としては、デリーズルカービンがある。この銃は、特殊作戦用に開発されたもので、45ACP 弾を使用する。現代にも、 同種のカービンは存在し、スタームルガー社のルガーポリスカービンは同社の拳銃用断層を使用する。同様に、マーリン社のキャンプカービンでは M1911 拳銃の断層を使用している。ベレッタ社のベレッタ CX4 はベレッタ PX4 拳銃と相互的に運用することを見越しており、各種のベレッタ拳銃と断層を共有できるように設計されている。 ハイポイント車の995カービンは同社の C-9 拳銃と弾装を共有し、また、アメリカ国内における最も安価なカービンの一つでも、ある。その他、ケルテック車のサブ -2000 シリーズは、グロック、ベレッタ、スミスウェッソンなどの 9mm あるいは40、40S&W 弾を使用する拳銃を、カービン化したものである。このような製品から、近年になって、 拳銃と弾薬を共有するコンパニオンカービンの需要は高まっているとみられる。ピストルカービンの主な利点は重症や超重心のために発砲炎や反動が抑制され高所速と高エネルギー及びそれに伴う殺傷力や貫通力が期待できる点である。またピストルカービンは銃声も小さく屋内のような兵所で発砲したとしても聴覚に異常をきたしがたいとされる。 一方で、223弾や 7.62X39 弾を用いる通常のライフルあるいはカービンと比べて、ピストルカービンは有効射程が短く弾道も不安定で威力も劣る。さらに、特に軍事用途としては、小銃弾とは別に拳銃弾を多量に用意せねばならないため運用上の不便や兵隊への負担が大きくなるというデメリットもある。 ルガー P08 アーティラリモデル20世紀初頭、重症や超重心を取り付けられる拳銃が何種類か設計された。これらはしばしばカービンの役割を代用した。例えば、ルガー P08 にはアーティラリモデルと呼ばれる派生型がある。これは超重心とタンジェントサイトおよび木製重傷を備えたもので、しばしば MP18 と共有できる32連発断層が装填された。 モーゼル C96 は標準的にタンジェントサイトを備えており、木製重傷を装着することが可能であった。フルオート射撃が可能な改良型 M712 が第二次世界大戦中のドイツ空軍降下量兵や武装親衛隊によって短期間銃あるいはカービンの代用品として使用された。その他、ブローニング HP や南部大型自動拳銃大型なども、 木製重傷を取り付けるなどしてピストルカービン化することが可能であった。近年では M1911 やグロック向けにグローバック動作をボルト動作に変換し超重心と重傷を取り付けるカービン化キットが市場に登場している。 これを取り付けると、本来の相談機構とトリガーメカニズムを利用したカービン銃となるのである。短期間銃のうち、フルオート射撃機能を廃して、銃身を延長するなどしたモデルもまた、ピストルカービンと呼ばれることがある。これはアメリカにおけるアサルトウェポン規制法など、銃の所持、使用を規制する法律に従ったもので、民生用カービンとして市販されたり、 警察などの高機関で使用される H&KMP5 シリーズの民生用カービン HK94 は重心長とセレクタが二段式になっている点を除いて MP5 との外見上の差はほとんどない防衛省企画書記用語防衛省2014年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年2月28日閲覧 ありがとうございます。